自分で決めたルールを最後まで貫ける人ってすごいなと思うんですけど、最近の中でもすごいなと思ったのが、あの元 HKT48 で今モテクリエイターとして活動しているゆうこすさんで、あのこの前たまたまゆうこすさんと会う機会があって、でそのゆうこすさんの自分ルールっていうのは何かっていうと、初めて人と会う時には必ずその人のことをしっかり調べてから行くらしいんだね。だからあの自分と会うって分かってたから、そのゆうこすさんは自分のこと本当にいろいろ調べてくれて、本当にあの動画を見てきてくれたのね。で履歴の中にちゃんと今週の積分もあったりして、たくみさんって動画の冒頭でいろいろお話しされるんですねってね言ってくれて、すごくね恥ずかしかったです。今後はねなんかあのモテメイクとかのねあの小話もしようと思います。あ、嘘です。はい、ということで今回の積分はこちら X3X コサイン X の積分と。さてこれを見たときにまず最初に発想として浮かんで欲しいものから話しましょう。発想、まずこの非積分関数の中に三角関数の積があります。三角関数的、これは気づいてほしい三角関数、三角関係って書こうでしょ、三角関数、ヒルドラの結びですね、見てないけど、三角関数の、積を非積分関数の中に見つけたら、これは必ず和の形にしましょうと、和の形にすると、まあ基本本当にこうなんだけども、今回はちょうどねこの中身が X と X で完全に同じなので一つだけになります。だから和の形にするか、もしくは一つの三角関数にしましょうと。一つにするだけがいい、一つにする。だからまあ和の形になるのはいわゆる sin3x cos2x みたいな感じで、中身が違うときにはあの積和の公式を使ってあの和の形にします。とりあえず今回はこれが発想、三角関数の積が非積分関数の中に含まれている場合は必ず和の形にすると。でその特別な場合として、まあ、一つになることもありますよというのをやっていきたいと思います。今回は一つになります。じゃあやっていきましょう。はい、まず与えられたもの、角とインテグラルの xsinx cosx とで忘れずに dx、 そしてこの sinx cosx というのを一つにするためにはsin の倍角の公式を逆に使えばいいね。だからこれはイコール、この部分が2分の1 sin2x になるから2分の1外に出して、2分の1でインテグラル x の、sin の 2x というふうになると。なのでこの積分をすればいいことになるんだけど、これはもう大丈夫だね。 x と、三角関数って形になってて、微分すると簡単になるものと積分がしやすいものがある場合には、もちろんこれは部分積分をするわけです。部分積分していきましょう。イコール、これちょっとイコールを下に書くと、やばい気がするので、ごめんなさい、こっち側に行きます。イコール2分の1でカッコやっていきましょう。部分積分するので、まず最初に、sin2x の積分します。 sin2x の積分はマイナスの2分の1の cos2x で、この x は正で、そのまま。あとは、マイナスの、で、これを微分したものなんだけども、今このマイナス2分の1とこのマイナスで打ち消し合って、プラスの2分の1出しておきましょう。で、x 微分するからなくなって、残ってくるのが cos2x だけ。はい、これで部分積分が終了。もう簡単な形しかないよね。イコール、これはマイナス4分の 1x。cos2x で、あとが、プラスの4分の1で、 cos2x の積分なわけだから、 sin2x の積分は、2分の1の sin の 2x とで、不定積分なので、プラス c と積分定数つけておきましょう。最後に一応ここだけまとめたやつが、答えですね。ほとんどこれで終わってるんだけど、マイナス4分の1x cos の 2x プラスの8分の1 sin の 2x でプラスの c と。これで今回の積分はおしまいになります。はい、いかがだったでしょうか。今回みたいな積分を見たときに、あ、 sin とか cos 三角関数の積があるなと、そしたら必ず、積和の公式を使って和の形にするなり、今回みたいに、まあ、単純で同じケースっていうのは一つの形になるね。倍角の公式逆に使った形で、今回これは2分の1の sin2x っていう一つの三角関数になりました。
そしてもう一つポイントが隠れていて、こんな風に微分すると簡単になるものと、あと積分しやすいものがあるときには、部分積分を使ってあげると。部分積分をすればこんな風な簡単な三角関数のシンプル積分だけが残ることになりました。はい、ということでですね、今回の積分はこれでおしまいです。こんな風な、シンプルな積分の問題を毎週朝月曜日の7時半にアップしているので、ぜひね、興味がある人はぜひチャンネル登録をして毎週楽しみにしておいてください。ということで今週も1週間頑張りましょう。お疲れ様でした。あ、最後に喋ること何も考えてなかった。